それではただいより午前のプログラムを開催いたしますまずは主催者を代表いたしまして国立長寿医療研究センター理事長戸場健次より皆様にご挨拶を申し上げます皆さんおはようございます国立長寿医療研究センターの戸場でございます私あのは、まあ、認知症の 医療20年近くやっておりますけれどもあのごく軽く生活が不便になって気づかれた状態から少し進んで心やあ 体のですね変調が起きいまた生活が不自由になってきた時にそのご本人のご心配やご家族の心労といったものは大変あの私が見ていてもですね大変なものがありますそこで、えー、医者としてだけではできない多くのことがあることを知りまして認知症医療介護推進会議という 医師会、看護協会をはじめとした認知症に関わるすべての団体の方が一緒になってオールジャパンでですね国民の総力を挙げて、まあ、認知症に対して取り組みそして何はともあれその社会の偏見を除いてご本人の方が医療や介護に参加していただきそしてひいてはまちづくりにつなげていこうというのがこのフォーラムの趣旨でございます。 本日はあの少し長いいろいろなあの。 プログラムはございますけれども、ぜひあの熱心に参加していただき、また午後の何でも相談室はですね、ぜひその私をはじめ、そのプロフェッショナルな方がですね、なるべく答えにくい質問をですね、あの、用意していただいて、今日ここでしか聞けないような回答を聞いていただければ幸いです。まあ、簡単でございますが、私の主催者の挨拶と変えさせていただきます。